はい、どうもエルザです、それではアンチャーテッドコレクションやっていきたいと思います。さあ、いきなり銃撃戦ですが、あと4波2、そのあたり銃落ちてないか。で、ああそっか、やっぱコンティニューすると武器がないんだね。ああぶっ続けでした方が何かと得だね。強いんだけどね、リボルバー。弾が少なくて、なかなかなんだよね。いやー、一発が強いのは嬉しいんだけどな。おい。115、OK。じゃあ、行きますか。一緒に開けてくれ。サンデオス、1、2、3。ね、いいぞ。サンキュー。引き戸ね。何が？どうやって渡るんだ。向こう岸にはしごがある。泳いで渡ればいいのかも。流れが速すぎる。これは渡れない。ってなると？来い、持ち上げよう。なんとなくこっち来たけど、合ってたみたいだね。おお。さて。違うよね。ああではないね。ああはいはいはい。っていうわけではないか。さらに上に行くには、やっぱあっちに行く感じか。はい。ああ、そっち。取って。はいはい。なるほどね。あれか。別に行かなくても。まあそれで半分は当たれる。じゃあもう一個ってことね。ああなるほど。じゃああの下に綺麗に投げてしまってって感じね。あれ黒いよく死ななかったね。あれか。はあ、成功するかな。なんか成功する気がしないんだけど。お、綺麗に入った。ドーン。これで OK かな。これで全部。行こう。なかなかいいだろ。
待たずしてさっさと行くっていうね。おお、銃か。ほい、危な。ん、おお、いいか、そういうことね。流れが速いだけって感じか。ショットガンか、まあ強いんだけどね。いきなりかい。いや、ファイトン。よしよしよし。行くか。当たんねえ。めちゃくちゃそこいるじゃん。乗れ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 。はい、どう？いやー、よし、オールクリアだ。本当？結構大変なんだよね。ああ、登ってこれたわけか。あら、こういい感じの武器は出ない感じだね。150が限界。あ、何もない。登ってか。ほい。ほい。と、ほい。何か見えるか。おい、こっちだ。危ない。ネイト。あれ、確認しに行っただけなんだけどな。まあそういうこともあるよね。あいつら抵抗勢力。ヘルの方だ。ああ、抵抗勢力が。おお、戦車。マジか。まあまあまあそうだよね。そりゃあるっちゃあるよね。まあヘリも出てきたしな。いやー、戦車か、どう対応するんだろう。やばそうだよね、さすがにね。よし、ここなら安全なはずだ。本当？素晴らしい。わざわざボンベがあるのが気になるんだけどね。うん、アイテムなし。んじゃあ行きますか。どうだ、あっただろ。お見事ね、バッチリじゃない。つまりここにたどり着いたのは偶然じゃないってわけね。ああ、まあ偶然じゃない。ほんと最低。なら何を追いかけてるか教えて。あのマーク見える？チンターマニ石って言うんだ。巨大なサファイアの原石で数十億ドルするんだ。まとめさせてもらうと、
あなたは神話上の宝石のためにイカれた戦争犯罪人たちを敵に回してるわけ。それは言われてみると無謀な話に聞こえるな。ああ、ご意見どうも、ジェフ。そしてその宝石がここにあるわけね。あ、いや、違う。石自体はここにない。ねえ、あれないの？ない、シャングリラだ。シャングリラ？ねえ、知ってるだろ、シャングリラ。ちょっといいかしら、ダーリン。やっぱり話は建物の中で続けた方がいいみたいね。明暗だ、行こう。オーケー、ここにいればしばらくは安全だ。でもやっぱり納得いかない。ラザレビッチが金を目当てにするわけない。必要ないもの。他に何かあるの？来て、休んでる暇はないの。二人はここにいて。よし、ここから動かないでくれ。すぐに戻る。本当に戻れるのかな。マシだわね。まさかカップルと思わないだろ。まさか違う。さあ、チャプター8、人員ということで、まあよく喋るね、二人ともね。あ、そうやのね、グレネードもなくてね、結構絶対にこの人員だ。大変だったんだよね。どこかに秘密の入り口があるはずだ。待て、こいつ見たことがある。さあ、久しぶりの手帳。腕をどうにかするわけか。じゃあそこに登らなくちゃ。でもどうやって？登る手段が、これは価値がありそう。特に壊れるわけではない。待ってろ、これでいけるね。俺がもっと近くで見てみる。ええ、ここで待ってる。お宝発見。奥か。さあ、同じ形にするっていうことだけど。おお。どうしたどうした。本当に合ってる？いや、これは上でいい。上。それでどうだ？知らないわ。本を持ってるのはあなたよ。上で。ああ、なんで落ちた？まったく。ああ、さらに上があったわけね。でもどうやって？いやー、こういう細かいの好きやなー。ほい。まあまあまあ、落ち着け落ち着け。これはあげる。あとは反対側か。さあ、同じように。引かないとね、反対側に。はい、じゃあ反対側は。ここで飛び込むなんて信じらんな。来いよ、気持ちいいぜ。いや、 T シャツ濡れるの見たいんでしょ。そういうのは考えてなかったな。じゃあ、こっち側は、あー、ぐるって回る感じか。
上で会ってたみたいだね。さ、飛んで、はい、乗って次。ちょっと待ったー。あれ大丈夫なんだ。高さの概念がいまいちわかんないな。はいはい。はい。さ、飛んで飛んで。素敵。悪いね。反対側やね。ほい。おお、マジで？運のいいこと。本当だよ。で、これが下がるはずかな。よし、オッケー。で、上に行って。だよね、こっちだよね。よし、おいおい、認めろ。監視した？バナナを投げるわよ。さあ、降りて。大丈夫？大丈夫。大丈夫なのか？さあ、これでオッケー。おお、玉が割れた。見えるね。これ何？クロエ、ただのナイフじゃない。これは鍵だ。うん。さて何が開くかしら。じゃあ開いてみますか。君は悪いがでも頑張っていこう。何か起きたか。水が引いた。そしてドアがあったわ。やったわ。まあ実のところ俺がやった。そうだ、ね、すぐに行く。さあよし、どう思う、やる？レディーファーストだ。分かったわ。軽所恐怖症じゃなくてよかった。ほんとね。ほう、なんか実はここロマンチックじゃないか。わかった。チョコと花はどこ？お前チョコと花に喜ぶタイプじゃないだろう。まあよくご存知で。上か。地下30メートルの狭くて暗い場所に閉じ込められる羽目にはならないよね。多分ね。ね、少し崖になってる。分かった、今行く。さらに置くと。落差がある。ああ、多分軽く見てた。お、なんかこれどう思う？模様があるね。なんかの木みたいに見える。それにチンターマニ石と何の関係が？鉱山。宝石のなる木っていうことか。勢いで流れてる。オッケー。へー、謎解きかな。上も特に行ける感じではないしね。何かあるはず。あ、あったあった。普通に行けるじゃん。ほい。そう。おお。罠か。ああ、こんなの冗談でしょ、信じられない。
風呂敷、大したことないだろ。大したことあるね。大したことだ。なるほど。やったぜ。トトこっから逃げよう。一回の終わりかと。いやー危ない。いや本当だよ。でさっきあった銃は、あら消えた。あったあったあった。これがいいんだよねっ。よしこっちだ、ついてこい。この銃は前作で最後あたりに出てきた銃だね。結構使い勝手が良かった記憶ある。チョコ食べる？食べなさそうなタイプだけどね。これね。おお。ああ、ここがメインルームだろうな。すっげえな。ああ、まるでチベットのナイフだ。うん。このライトで動き始めるはずだ。光に導かれて。はあ、何の効果もなし。そうだね。そしたらこれを。あ、はいはい、はいはい。上下は変えれるわけか。でもそれだったらそれで反射させればいい。反射ね。そしたら、これでも上下にしか動かないんだよね。部屋中に反射ね。あっちか。ああ、何も起こらない。こういう感じで、とりあえず下降りようかね。ね、光の反射と言われてもどう反射させるかだよね。ああ、そこにあるね。反対側もあるね。どういうことだ。だって上下しか行かないでしょ。一つ割り、あと2本。あれを登らなきゃいけないわけ？これを？おそらく俺が登らなきゃいけないみたいだ。みたいですな。いや、どういう仕掛けなんだろうって思うけど。ここに登ってみればもっと全体が見えるかも。オーケー、気をつけて。さあこれを登って、
どこまで登るかって感じだけど、これ登れるんだったらだいぶすごいクライマーになれるけどね。とにかく落ちないでよね。これでやるべきことは、あ、やっぱこの先行く感じか。ちょっと反対側はいけないもんね。下ではいいアイデアだと思ったんだけどな。飛んだアイデアだったね。そのまま行くか、行っちゃったか。それはちょっと予想外だったな。ぐるーっと回って、斜め、あと上だね。よし、これでオッケー。さあ、その目ん玉を、おお、そういうことね。ほう、で、つながると。大層な仕掛けやねー。さあ、これで反対側か。ああ、あっち側ね。お面、光を当てて。ここにはもっと反射鏡がある。ブレードが落ちてくるかな。別の反射鏡を調整しろ。今やるわ。ナイスジョブ。オーケー、次は待ってろ。あー、ブレードが邪魔。ほうほうほう。ね、これで鍵を刺すか。あれでバッチ。ブレードのおかげで道が開いたわ。すぐ左よ。いやー、成功だ。ギミックがすごいな。反対側に光を当てる感じかな。当たりきらないって感じか。意外とダメやね。そしたら、すぐ左って言ったのがちょっと気になるけどね。さ、戻ってきた。あ、もう効果はなしと。またブレード登るのかな。よし、あとナイフ一本だ。あ、これで通り方が変わると。あ、ちゃちゃちゃ、そっちそっち。
まあよくできたギミックだね。下を見るな、下を見るな、絶対見るな。やばい。どうするか。さあね、今回からのギミックだね。危な。ほう。よし。届いた。危ない危ない。あの反射鏡を調整すればいいだけだ。よし、それでいい。はい、オッケー。やったぞ。さあ、謎解き終了。すぐに降りる。お口が開きましたね。まあ3ついらなかったんだね。落ちてしまえばって感じだけど、今の治り方ってか、あれはひどいな。まだ渡りきてなかったもんね。こいつの喉に？ああ、多分な。うい、はあ、またか。背中を動かして。つまり、シャングリラへの入り口はここに違いないと。そう、やったのね。やったぜ、イエイ。やった。なんだよ、もう。ムードが台無しね。突破するしかない。トゥビー。オッケー。さて、チャプター10。早かったね、強行突破。前回もあったな、強行突破、そういえば。さ、突破していきますか。意外とこれ、意外と隠密いけんじゃね。ここだ。えい、まずいわ。ああ、くそ、ジェフのエレナが完璧にやられちまった。なんとか入り口に戻らないと。バーストか。ってことは捕まった感じか。便利かもな。これでいいか。弾が切れそうなったら切り替えようかな。はい、ありがとう。
ドラゴンスナイパー。名前かっけえけどね。さすが。さて。ここだ。当たんないね、意外とね。チャンスよ、逃げましょう。急いで逃げないと。逃げよう逃げよう。ちょっとショットガン切り替え、あーファルディーや。60発か。さすがにもう出てこない。おほー、やりますな。大丈夫かな。グレネードだ。もらった。すまんな。よし、あれ意外と出てこないね。あー、ショットガンか。ショットガン、これはディビジョン以来だな。久々見た気がする。ショットバレルね。あんま弾変わんないからこっちでいっか。いて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 。どこで行ったい。こうなると思った。やっぱ出るよね。黒井さん、そこは、そこは。
弾がない。ってことは降りるしかないね。あ、いるね。おい、行くぞ。立て。撃たれたか。ジェフが撃たれたわ。僕は平気だ。見せろ。大丈夫、助かる。いいな、立てるか。多分。よし、ほら捕まれ。ジェフ。あ、いい、置いてけ。どうせ壊れてる。行くぞ。頑張れ。よし。レイト。大丈夫。そうだろう。よし、ドアを開けてくれ。助からないわ、置いてくしかない。嘘、ダメよ。ドアを開けろ、クロエ。私たちまで殺されるわ。まあ、クロエの判断も間違えてはないよね。行くわよ、行ってないと援護するわ。ちょっと待った、行ってって。ああ、そういうわけではなかったんだね。メイト、やつもここまでだ。行っては左のドアね。はいはい。行くわよ、行ってないと援護するわ。オッケー、とっとと逃げるわよ。やるな、ドアを下げ。そうだな。おい、弾回収。早く。ああ、こんなの無理よ。いいから行け。うん、ああ、このバカ野郎。ああ、奴らを巻いたわ。いや、危ない。見つけたぞ。危なかった。本当だよ。ショットガンだとまだ楽なんだけどな。一旦この辺りで武器はおさらばかな。いろいろと頑張って。ジェフ、絶対助かるから。大丈夫だジェフ、助かるぞ。しっかり。やって、早くこっちよ。開けたね、よしよし。危ない危ない危ない。門開けて。危ない、エレナ。おー、やばい。いや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 、冗談だろ。やばいやばい、中は階段だ。いやー、やばいね。優しいだろ、初対面なのにね。大丈夫。よし、頑張れ。なんでよ。大丈夫、飛べるでしょ。ジェフは、あ、頑張れ。諦めるしかない。無理だ。ネイト、待て。ジェフ、オッケー、頑張ったけどもう無理。これ以上は連れていけないわ。ジェフを見殺しにするのか。彼はもう死んでるもどうせ。今行かないと私たちまで危ない。なら行け。そうよ、誰も止めない。クロエ、ここに入ったぞ。おい、リュウコだ。助けようとしたのに。何よ、こっちだ。クロエ、こっちだ。どういうことだ。上だ。ごめん。銃を捨てろ、すぐにだ。彼女を頼む、怪我してる。列車へ連れて行け。
信じられない。いつどこで垂らし込みやがったんだか。これでアイコだろう。いや、まだだ。ここに寝ている男は寺院から連れてきたのか。ご苦労だった。さて、それで寺院で何を見つけた？あんたが探してるもんだ。いいな。石の在りかは俺がいなければわからない。だから彼女を逃がせ。石へ連れてってやる。私のことをしつこく嗅ぎ回ってる記者か。こいつの話が嘘だったら殺す。調べろ。あげろ。こりゃ最高だ、ネイト。どうぞ。交渉決裂のようだな、ドレイク君。全部隊集合、すぐに出発だ。おい、行くぞ。お前は二人を始末しろ。お任せよ。あんな化け物とよく組めるわ。敵に回すよりはマシだ。そういうことか。俺たちを殺す気か。見りゃわかるだろう。立て、立てと言ってる。逃げて。逃がすな。いやー、結局っていう感じか。無事助かればなーっていう感じだったけど。さあ、逃げろ逃げろ。スナイパーがきつい。あ、おお、前か。さあさあさあ、逃げろ逃げろ逃げろ。こっちへ来い。エレナ来い、思い切って飛べ。ああ、捕まえた。頑張れ。さあ、クロエはどうなるかだよね。こっちだ。校長、そっちは？これぐらいなんでもない、うん、よし。大変。行ったみたいだ。巻き込んじゃってすまなかったな。いいの、私が望んできたんだから。いや、っていうかこんなごたごたに。危険はあるって分かってたわ。オッケー、それじゃあこれからどうするの？彼女を追いかける。そうよね、大体追いかけるって。フリンが列車がどうとか言ってた。彼女は操車場に連れてかれた。ここだ。操車場はあっち、給水塔の向こうだ。彼女は私たちに銃を向けたのよ。分かってる。引き金まで引こうとした。ただ奴らが先に撃っただけよ。仕方なかったんだ。何それ。フリンに俺との関係がバレてた。ラザレビッチに裏切りが知れたらどんな目に遭わされると思う？そうよね、彼のやり口は知ってる。それじゃ助けるしかないだろ。泥棒同士のお約束ごと。そんな感じだ。何やってるか分かってるんでしょうね。全然分かってない。うん、よかった。変わらないものもあるわけね。オッケー、行きましょう。え？
おいおいおい、ダメだ、お前は残れ。ネイト、うるさい。いい？列車に乗り遅れるわ。はい、ということでチャプター12入りましたね。次回はこのチャプター12、追跡開始からやっていきたいなと思います。いやー、また展開がクロエから変わっていって感じですね。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。